はい、こんにちは。虫キング TV のお時間です。今日は、激闘4段の排出結果と V ガジェの話です。はい、じゃあ早速いきましょう。今回ですね、V ガジェ合わせて、そうですね、800円くらい使ってきたんですけど、排出カードの排出結果は結構いい方だと思います。いきましょう。はい、まず1枚目が少量バッタです。そうですね、 R の中 R のチョキで、まあ、使いやすいっていうあれですかね、大会とかの時使えそうですね。で2枚目がオークワガタ、体力ね高くていいですね。はい、で3枚目がカンター五角サイカブトの超大型。そうですね、今回の激闘四段の初めてのあれです。あれでした。あの、キラ。キラでした。ゼリーがね、うまい具合に来てくれて。ありがたい。で、その次に、プラチナコガネ。うん。これは、キラにしたかった。残念。で、最後に、アラガール細赤クワガタ。これ初めて見ますね。テクニックと体力が高いんで、技決まっちゃえば。いい感じですね。で、これの後にこいつが来たんですよ。やって、ああ、レア来た。あ、嬉しい。ってなった後にこれが来ちゃって、うん、どうせならね、こっちを超型にしたかった。超型っていうように、超型とか今関係ないんだ。そうだ。あれにしたかったね。キラにしたかったっす。はい、とまあ排出結果はこんな感じです。それで V ガジェなんですけど、これはね、ちょっとね、言わせてもらいたい。見ますか？今日出た V ガジェが、はい、これなんですよ。はい、極光の V ガジェなんですよ。あ、違う、極光オーロラですね。ごめんなさい。オーロラの V ガジェなんですよ。ん？ってなりません？この、前回の動画で説明したように、吹雪と、なんだか、なんっけ、まあもう一個のその V ガジが今回の激闘四段だったはずがねえ、なんで極光出たみたいな。そうっすね、びっくりしましたね。でも確かになんか激闘二段って V ガジだけ激闘二段みたいなことがその機会に書いてあったような気がするんですよ。ちょっとなんか騙された感ありますよね。激闘四段の V ガジが欲しかったです。はい、とまあね、こんな感じでこの排出結果と残念な B ガジでした。うん、排出結果はねかなり良かったんだけど、 B ガジが悔やまれるね。あとそうだな、あれが弱くなってた。マスターバトルだっけ、マスターブラックのあのバトルがね、かなり弱くなってたね。うん。もう、ノーダメ、自慢みたいになりますけど。うん、残念。そこはもうちょっとね、強くなってくれればもっと楽しめるんじゃないかなと思いました。で、はい、今回はこの残念な V ガジェと排出結果でした。また、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。